とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、コメントをもらいました。ありがとうございます。コメントでですね、いいねの集める場所、一番いいところどこでしょうかと、来ました。まあ、だいぶ前に俺動画出して、モグラボスを学校側で倒す場所、あそこ美味しいよっていうのをやりましたけど、あそこね、美味しいんだけど精神的に結構きついのよ。うん、なんか流れ作業的なところがあるから辛いんだけども、今日紹介するのは精神的にも結構楽で、入手もね結構もらえるからおすすめの場所だね。ここです、剣の塔。ここがねおすすめです。まず準備するものだね。一つ目、召喚メダルのこれ映えをつけて、そうするとバトルで入手するいいねが 8% アップするのよ。うん、まあこれはレベル600のやつなんであれなんだけども、まあレベル低くても 5% とかアップするのはあると思うから、それをつけてね。でそしてジョブで、一流芸能人、ガクト。これをね、覚えちゃって。そして、ランク6。ランク6のやつを覚えてください。ジャスト回避に成功したとき、入手するいいね 5% アップ。これでいい。この2つ。まあ、最悪なくてもいいよ。なくてもいいけども、まあ、あると効率的なんだよね。行くところが、塔の上のサドンです。これね、極でも、超でも、ノーマルでも、一緒。まあ、クリアした時の報酬でもらえるいいねが、若干増えるけども、これ、チケットがいるのよ。超と極は。なんで、ノーマルでいい。ノーマルで十分、美味しいから。まあ、とりあえず、行ってみようか。いいねの数を覚えといてね。92981ね。行きましょう。まあ、ノーマルのところだし、ここ一番最初に行くダンジョンじゃない？だから楽勝なのよ。敵も弱い。楽勝だから、まあ、どんどん進んじゃって、いいよ。あのね、オイーターに追いかけられる場所。そこまで行ってみよう。うん。あそこ追いかけられると、まあ、逃げなきゃいけないんだけども、そこ逃げるところで、ジャスト回避を連射する。そうするといいねがむちゃくちゃもらえるのよ。うん、これは美味しいし、なんか楽しくなるからおすすめ。まあ、学校側のやつもおすすめなんだけど、あと閻魔手形のやつもねおすすめなんだけど、ずっとやってるときついのよ、精神的に来るから。まあここと学校側と閻魔手形、まあいい感じにね回ってもらえれば、まあ気持ち的にも楽かな。で、ここでオイーターが出てくる。ここで、向かって行ってください。向かって行って、こういう感じで、敵の目の前で回避。ジャスト回避するから、これでね、連射。うん、下と、B ボタンか。下と B ボタンを、とにかく連射。そうすると、こういう感じで、ジャスト回避で、いいねがどんどん、溜まってくる。めちゃめちゃ溜まってくる。で、これ、逃げるのが3回あるから、これ3回続けれる。まあ、指は若干きついから、連射器あれば、連射器でやってもいいかもね。はい。まあ、とりあえず、1回戦おしまい。で、あとは、また上にね、登っていこう。もうノーマルのところだから、敵も弱い。でも敵も弱いんだけども、この剣の遺構とか出てね、美味しい。剣の遺構は後々結構使うからね。あれは結構持っておいた方がいいよ。よっしゃ、行くぜ。これたまにこう吹っ飛ばされるんだけど、全く吹っ飛ばされなく上まで行くこともたまにできる。これは多分、運が絡むんだろうね。運とか連射が。どれだけ速いかで。まあ、とりあえず、こういう感じ。
うん、まあ、ジョブは何でもいいんだろうけど、芸能人ラフトの方がこう回避すると HP も回復するし 5% アップするっていうのがでかいよね。よっしゃー、行くぜー。まあ、とにかく連射、もうライブの視聴者数この増え方見た、すごいよ。もうここまでライブ見てくれるとこないからね。はい、まあ、とりあえず2回戦おしまい、倒しまくるね。じゃあ終わりか、あと1回か。まあレアアイテムもここに狙えるっていうのがね、ほんと美味しい。モグラモスとかはね、そういうのがないから、ここは美味しいよ。はい、では最後頑張って連射するぞ。しゃあ連射機があると結構楽だけど、でもまあ自分で連射しても全然いけるから、よし。でレベルが低くても大丈夫。HP は大体回復するから、大体回復するから大丈夫。よし、ちょっと俺腹減ってるな。よし、まあ、この回避も大体どこら辺から回避できるかっていうのが慣れれば分かってくるし、うん、まあまあ分かるも何も、本当ただ下押して B 連打するだけなんだけどね。あーし、ちょっと今回のは遅かったかな、遅かったっていうか少なかったね。いつもならもうちょっといいねをもらえるんだけども、はい終わり。まあ連射が遅くてもこれぐらいはねもらえるよ。はい、クリアした時のいいねがこれで、クリア報酬でももらえるから、クリア報酬でも490いいねかな、それぐらいもらえます。では戻ってきたよ、いいねの数 98,137。 まあ5000ちょっとだね、5000ちょっと。まあ連射がうまいこといけば6000ぐらいもらえる1回で、うん、すっごい簡単だし、レアアイテムも狙えていいねももらえる、うん、ここはなかなかおすすめだから、まあやってみてください。俺のいいねはもう溜まりまくってるからね。1492万だ。うん。まあ320万かな。それぐらいあれば1位になれるんで。うん。まあ早めにね、いいねは集めてください。特にね、10位から4位ぐらいまでの報酬が美味しいから。うん。それは絶対入手するようにしようね。ではね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。